アッテックはアメリカ合衆国のバージニア州ニューポートニューズに本社を置く企業。主に戦闘機による仮想的業務の代行を行う民間軍事会社である。1994年設立。1997年により米海軍との契約により仮想的業務を開始。現在米海軍や米空軍、そして州空軍のための空対空。 空対艦そして研究開発を目的とした航空業務を請け負っている。ファロン海軍航空基地のトップガニエも恒常的に戦闘機を派遣して訓練内容の充実に貢献しており、また米軍だけではなく、その他同盟国からも依頼があれば業務を請け負う用意はあるようである。アッテックでは戦術機での1000時間以上の飛行経験をパイロットの採用条件としており、 在籍する約20名のパイロットは全員が空軍や海軍航空部隊の出身である。約25名が在籍する整備員も大半が軍籍経験者である。アッテックが保有するクフィル。機体記号が民間機登録となっているのが確認できる。アッテックが保有するハンター原保有機級保有機クフィルは主にダクトにおける敵や役機をハンターは 電子戦環境や艦艇へのミサイル攻撃の演出を主に担当する。歩く -167 ジャミングポッドやタクッツ、アクミーポッドを用い、効率的な訓練を行っている。一方で、保有機材は第2、第3世代にあたる、非米国製の旧世代機を主力としており、特にクフィルなどはネジ1本に至るまで開発国のイスラエルから調達しなければならないなど、 部品調達などに難儀しているようである。ハンターは日本国内の米軍基地にもたびたび飛来しているが、フライトプランは契約先の米軍経由で出されており、日本での運航も米軍機に準じた扱いになっている。ありがとうございます。